象も会話するって知ってた？人には聞こえない超低音で話すんだ。この超低音で8キロ離れた仲間と話すこともできるんだ。象は群れで暮らしてて、象の群れはメスと子供が中心。リーダーは経験豊富なおばあちゃん象がなるよ。今日も見てくれてありがとう。またねー。